エフェソの信徒への手紙は、新約聖書中の一書。伝承では、紀元62年頃、ローマで獄中にあった首都パウロが、コアジアのエフェソのキリスト社共同体に宛てて書いたものであるという。この伝承が本当なら、コロサイの信徒への手紙や、フィレモンへの手紙と同じ時期に書かれたことになる。現代では、文献学の検知から本書館の著者がパウロであるか、 どうかは疑問を持たれているが、聖書学者、ウィリアム・バークレイはたとえ、パウロの名を借りたものだとしても、エフェソ書は、使徒書館の女王と言えるほどのものだと言っている。日本語では、エペソ人への手紙、エペソ人への書、エフェソ神徒への手紙、エフェソ書などと表記されることもある。また、客中などでは、とりわけ小説を伴う、出典参照において、しばしば、エペソ、エフェソ等と略記される。 エフェソ書は特定の問題や状況に対処するために書かれたというわけではなく、パウロが自発的にエフェソスの共同体への愛情を示すものとして書かれたとされている。彼は共同体のメンバーがキリストの教えに従って生きることを望んでいるが、ローマの信徒への手紙とは異なり、エフェソ書ではパウロの救済に関する思想が書かれているわけではない。むしろエフェソ書では 救いと教会の関係が語られている。使徒原稿録18時19分 -21 には、パウロが3ヶ月ほどエフェソに滞在したことが書かれている。パウロがエフェソに作った共同体は、アポロ、アクイラ、プリスキラといった人々が引き継いだ。翌年、パウロが2度目にエフェソを訪ねた時、彼はエフェソがコアジア西部における重要な共同体であると考え、同時に、 三年間滞在したという。パウロはエフェソの共同体について大きな門が開かれているというほど重視し、パウロの仲間たちの熱心な働きによって、この共同体は発展した。エフェソからアジア全域に福音が伝わったと聖書は記している。パウロは最後のエルサレム訪問の途上でミレトスに立ち寄った折に、エフェソの共同体の指導者たちを招いている。そこでも、 エフェソを訪れることはできないだろうと考えたパウロが指導者たちに最後の挨拶を送った。エフェソ社の以下の箇所の表現は使徒原稿録のミレトスにおける別れの言葉に由来すると思われている。本書は以下のように始まっている。神のご意志によってイエス・キリストの使徒となったパウロがエフェソの聖なる人々、イエス・キリストを信じる人々に手紙を送りますそのため。 この手紙の宛先がエフェソの共同体であり、著者がパウロであるとされてきた。しかし、近代以降の聖書批評は以下のような問題点を明らかにした。このような矛盾を解決する説明もいくつか挙げられる。例えば以下のような説がある。1964年にイギリスのハリスンはポリンズパストラルにおいて感受性が強かった青年時代に、 パウロ本人と親密にしていたため、パウロの心を真相まで知っていたとして、パウロからフィレモンへの要請によって奴隷から解放されて宣教者となり、やがてエフェソの司教となったオネシモ著者説を公表している。もしパウロが著者であるとするなら、パウロが最初にローマで投獄された時期に書かれたということになる。すなわち、紀元62年頃、 パウロがエフェソの指導者たちとミレトスで別れてから4年後のことになる。最初に触れたように、コロサイの信徒への手紙などと異なり、エフェソ書は五教的な目的で書かれたものではない。エフェソ書はパウロの教えのまとめ的なものである。主なテーマはキリストに従う者の共同体を作ることが父なる神の意志に沿うものだということである。ローマ書ではパウロは、 イエスの義による義化という視点から描いているが、エフェソ書ではキリストとの一致という視点が重視されている。エフェソ書のスタイルやテーマは、コロサイの信徒への手紙とよく似ている。エフェソ書とコロサイ書の平行箇所は、以下のようなものである。この平行箇所については、以下のような説明がされてきた。まず、もし本書館がパウロの手によるものなら、コロサイ書と、 同時期に書かれたものである。はじめに、コロサイの共同体の特別な問題を扱った書簡を書き、次に、エフェソをはじめとするいくつかの共同体宛てにもっと一般化した内容の手紙を書いたのだろうということである。一方、もしこの書簡の書き手がパウロでないとすれば、単にパウロ的な手紙を書くために、コロサイ書を参考にして書いたのだろうということになる。近年では、 コロサイの信徒への手紙も、疑似書館であるとする説が多く、コロサイ書の著者は、パウロの弟子であったフィレモンで、エフェソ書の著者は、パウロの、ウんだコオねしもであるとすると、かつての主人でありパトロヌスであったフィレモンが書いた、コロサイ書を手元にして書かれたと考えるのは自然である。ありがとうございます。